はい、おはようございます、あんこです。狼絶景版、続きをやっていきたいと思います。で、前回、チュートリアル、省略するかもって言ったんですけど、さすがにわかんなくなるかなと思ったので、チュートリアルは省略せずにいきたいと思います。おっと、こりゃ壊しがいのある壺がたくさん並んでら、ぶっ壊したら中からいいのが出てくるかもしれないぜ。四角ボタンでドカンと頭突き一発。お前の塩頭を食らわしな。景気よくやったな、大将。こんな調子で壊せるものはどんどん壊していこうぜ。まあ、RPG には、恒例の壺は壊すものってやつですね。よいしょ。あ、すいません。連打しちゃった。オイラの勘がお宝の匂いを嗅ぎつけたぜ。ちょっとここを登って見に行ってみようじゃねえか。高いところに飛び乗るなんざどうしようもねえだろ。バツボタンを押してジャンプ一番。壁でもう一度バツボタンを押したら壁ジャンプだ。ちなみにバツボタンはギュッとしっかり押して高く飛ぶんだぜ。これあれ、なんか前年で抜けってこともあってすごく細かく説明があるみたい。あ、なんかしちゃった。真骨頂。アマテラスの鉱物。太陽気3個分の体力を回復する。あれこれ、あ、そう。あれ橋が壊れちまってら。ちょうどいい。いや、お前、確かアマテラスって言ったな。アマコ。お前、筆玉って言葉を知ってるか。生きのいい筆書きには魂が宿るってお話か。百聞は一見にしかずだい。まあ見てな。いやー、いいな。へっへー、どんなもんだい。これがオイラの筆技。その名もガリオだ。ガリオってのは筆で書いたものに魂を出す。宿す筆技の一つで、失われたものの復活を司る筆神様の力なのさ。オイラもこの技一つを極めるのに相当な修行をしたんだけど、この世には全部で13もの筆神様がいるんだぜ。その13の筆神様ってのはもともと一人の神様でよ。その神様が死んじまった時、13の力が国中バラバラに散って、それが世の諸物に宿って筆神様に姿を変えたって話さ。一体どんな風に13もの技を使いこなしていたんだろうな。フラグってやつですね。ピヨーン。説明が多すぎて喋る暇がない。天の川って神話に出てくる星屑の川のことか？そんなもんがどこにあるんだよ。まさかあの水たまりがそうだって言うんじゃないよな。そうなんです。でもやっぱり絶景版綺麗ですね。もともと初代も綺麗でしたけど。やっぱりなんか、くっきりはっきりって感じで。なんかの形に見えてこねえか？なんだか星が一つ足りねえな。よし、それで一応、オイラが星を書き足してやるか。残念。なんてよ。さすがに星を書き足すなんてオイラにはまだ無理か。R1 ボタンを押しっぱなしで筆を持って、四角ボタンでカクッと。地獄のような修行の日々を送ったんだけどな、みつみつ。かけということですね。あ。かっこいい。
我らが地母天照大神。おもとがこの世を去られていく清掃。時を経て久しくなりにけるも、この読み紙ひとときも書くことなく、今日の日を待ち申しきり。おもとのお隠れの際の間延び入りし、十三人の筆紙は、この広い神官に、まどいちりじりになりにけり。我は天の星座となりて生きながらえたるも、今一度おもとに使わせ、うせもののよみがえるを見つがせたまえ。この力あれ、あらば、枯れた天の川など、たちまち星屑で溢れさせたまえ。日本語って難しい。地味にちゃんと頭の上に一寸がいるのが可愛いですよね。今のは画寮の神様、読み神じゃねえか。なんでそのもんが出てきてお前に宿るんだ？この力で天の川を蘇らせるって、まさかお前、オイラみたいに筆技を使えるんじゃ。いや、まさかな。この幻と呼ばれた神業、おいそれと真似できるはずがねえや。へへ。任せてくださいよ、一寸さん。お?あ、なるほど。プレステ3からトロフィーが獲得できるようになるんですね。もしかして筆技で星屑を描けば川が蘇るんじゃ?いや、橋は直せてもさすがに星の川を描くなんて。そんな大されたこといくらなんでもできるはずがねえや。イッスンさんは、フラグ建築士か何かかな?あ、なんだ、結構か。いい。こんなもんでどうだ。なんだと?星屑の川が現れやがった。ここは本当に天の川だったってのかい?いや、そんなことより今の筆技は一体誰の仕業だ?わかるじゃん。わかるじゃん。目の前にいるじゃん。胃袋を手に入れた。お、こりゃいいものを見つけたじゃねえか。その胃袋はどんな食べ物でもどんどん飲み込む不思議な袋で、満タンにしてやると持ち主を一度だけ死の淵から蘇らせてくれるんだぜ。早速その辺に転がってる食い物を拾い食いだ。拾い食いを推奨するってどうなんですかね。なんもないんだ。リンゴを胃袋に入れた。蜜がたっぷり入った甘酸っぱい果実、胃袋を少し満たす。いいなぁ。食べたい。桃を入れた。芳醇な香りがする果物、胃袋を少し満たす。みかん食べたい。程よい酸味が刺激的な果物、胃袋を少し満たす。我が家は毎年段ボールでみかんを買うんですけど、もうなんか、消費量が半端ないです。もう家族みんな好きなんですけど、私はまず食べすぎるというか、あったらずっと食べ続けちゃうんですよね。なんかあったり、なんか。ちょっとカメラ操作がおぼつかなくて。慣れるまで時間がかかるかもしれないです。シンク。